キモラリー・シモンズはアメリカ合衆国のモデル、実業家、ファッションデザイナー。アフリカ系米国人の父と韓国系米国人の母との間に生まれる。13歳でシャネルとモデル契約し、14歳で徒伏。シャネルのトップデザイナーであるカール・ラガーフェルドの指導を受ける。1989年にラガーフェルドのオートクチュールのランウェイを花嫁として、 締めくくりファッション界で注目を集めた。以後、ラガンフェルドの在職期間中の全てのシャネル賞の最後のブライダルルックのシグネチャとなった。以後、フェンディ、バレンチのエマニュエル・ウンガロ、クリスチャン・ディオール、ロベルト・カバリ、ケンゾー、アナスイ、ジェフリー・ビーン、イブ・サン・ローランでモデルを務めた。1998年、ファッションブランド、ファット・ファームの創設者で、 実業家のラッセル・シモンズと結婚。キモラ自身もベイビーファットを創設し、2006年にサンリオのハローキティと提携し、ジュエリーライン、キモラ・ディ・シモンズフォーハローキティを立ち上げた。ハートトゥルースのチャリティーイベント同、イベントモデル、デザイナーとしてだけだなく、ブラウン・シュガー、ビューティーショップ、LA ・デンジャラス等の映画にも出演するなど、女優としても活躍している。 2007年から2010年までキモラと家族を映したリアリティ番組キモラライフ・イン・ザ・ファブレイン等のテレビシリーズが放映された。また、2008年バービーからキモラをモデルに制作されたキモラ・リー・シュモンズ・バービードールが発売された。ありがとうございます。